の戦い今,今川氏の死になった家康というところで、まあ、1549年は松田博の殺害と、松田だけでは病死になってますが、これは渡辺さんさんはあの清忠宏に渡って、古の死をはばかったんではないかというふうに見てあります。清安弘忠2代が家臣に殺されたで、何してんのという感じですからね、確かに。で、竹千代さんは、まあ、この辺はイメージですね、小田家の人質のために、 まあここの小田に人質だ、あのー、あれについては、まああの、いろいろとありましたけどね、いろいろとあって、小田に行っちゃったんですけども、広田が殺害したときには、竹千代さんは小田氏の人質になってました。で、岡崎城の主は不在であると。大元切災によって、えー、岡崎城は接収されて、あの大元切災、さらに安城城、小田信弘がこもってた安城城を攻略し、信弘をフにして、竹千代との人質交換で駿府に、竹千代は駿府にやってきたという形になります。 岡崎城を西三河支配の拠点化していくということで、まあ,あの、岡崎城を押さえておくというのは、今川にとっては非常に重要なミッションであると。えー、西三河、東三河辺りまで入ってきても西三河の方面、でこの西三河をぐって、小田と今川というのは交戦中であるというのが現状ですね。この西三河、盛り場となったこの西三河を、えー、どういうふうにするのか。で東三河 の方が確か、あの、あんまり、明治時代こになって、あの、養成ができるまでは乾燥した地域で、あの、どちらかというとあんまり豊かじゃなくて、西三河を今がらとして欲しいと、東三河。大田も東三河は別にいいやと、西三河をあれしたいと。西三河はその一つの草刈り場になっていたみたいですね。で、えー、竹千代さんの、人質での竹千代さんの生活については、まあ、あの、 寸婦の具体的な場所とか、どこにいたのかとか、あるいは体現節災やおとみ、えー、慶応院ですね、祖母、えー、清安の妻である、えー、おとみ、家、え、康、ー、の祖母である慶応院ですね、によって養育されたという話があって、金、ま、銭、あの編纂物によって記述があるんですけれども、まあ、実際に当時、具体的に、あのー、少年武千代がどういう生活をしてきたのかというは実は案外、えー、分かっていない。 非常にあの苦労したとかいじめられたとかそういう話全部金世に入って、えー、でも体現節制から君党家だとか慶応院にいろいろとあの育てられたとかそういう話はこれ金世の変産物にはいろいろ出てきますけども実際に当時の,、えーまあ、あの資料ではまあ確かに出てくるわけもないんですねあまりその今川家はまあ滅亡してますし、えー、その滅亡した家の 滅亡したとか、まあ、没落しちゃった家の当時の資料の中に、まあ、人質、別に珍しい話じゃないですからね、人質になったり、いや、そってかわいそうやな、人質になったのかというの、まあ、当時、そういうとこ人質的な感じで、えー、人質、まあ、いわば人質ですけども、駿、ま、府、あ、で養育されてるという人間、別にそんなに珍しくないですからね。 診断あのなんとなくそういう黒人領主で土着という意味はですけども当然政治の中心地の方にも拠点を持ってるわけであってそこでまあ居住しているという感じにな,りなるでしょうからだからまあそんなに実は珍しい話ではないですのでわざわざ、えー、それを記録することはあまりない方だろうと思います1955年元服します、うん で、えー、吉本の返金を受けて元信と載ってますね。で、えー、1556年には岡崎に帰って新東市のお披露目。まあ、この辺なんかも、えー、どうする家康ではなんかいろいろとちょっとコメディティックに書かれたようです。ようですっていうのは私は、あの、あんまり、えー、実は家ではテレビを見てませんので、あの、テレビは、あの、なかなかおまくはないと。鎌倉殿さんにもそれで見られたのは、あの、 和田義盛の、えー、合戦、和田合戦だけなんですね。あとは見てない。<laughs> いや、な、あ真似にやってんだよと言うんですけども。えー、1五5 7年、えー、関口義弘、近永とかいう、これも、あの、先ほどのあれですけど、えー、近永とか氏純がいろんな名前があって、あの、よくわかりませんと。氏純が、あの、実際に資料名前だったかな。えー、彼は元信の,の理髪役です。で、あの、理髪、まあ、要するに、玄奮亀を整える。 で、その娘の築山田の瀬名姫ともありました。これはあの、築山田の実家が瀬名家ですから、瀬名姫と言すね。だから別に瀬名とい,、えー、いうのは本名でなくて、瀬名というのは名字です。と講演しています。で、えー、彼女は一説によると、吉本の名であり、関口家自身が、えー、今川一門なんで、まあ、その、えー、娘向こうという形で一、今川一門所に入れられています。で、えー、こういう感じですね。えー、今川家の形、えー、図を上げると、こういう感じです。 今川、義、えー、忠、氏親、義本と。で、その今川領主、有名な今川領主ですね。今川領主の子孫が遠江今川家で、定信、彼はあの堀越定信と名乗ってますけれども、えー、ちなみにシンクロを走るでは、この義忠、則光、それからこの定信が出てきます。 伊勢宗水、北条尊、後の北条宗シンクロといろいろと絡んできていますけれども、えー、この氏氏治治がは出てきていますけれども、達男丸として、えー、この定信は、法光のもとに氏家派の人間としてスパイ、一種のスパイ行為として、というふうに本人は言ってますけれども、まあ、あの真達男、えー、丸派として、真あのシンクロ派として出てきます。でその子孫ですね、折越家、彼、あのまあ、着流はこちらなんですけれども、 瀬名家から藤沢の息子の、えー、近永あるいは氏積が関口氏これも今川家のかなり、あのー、初期に分かれた家ですが、この関口家に養子に入っています。もちろん、だからこの藤沢の嫡、えー、男おろげですね。瀬名家っつうのはおろげです。だから堀越家、瀬名家、えー、で関口家。この関口に養子だった関口近永と、えー、今川氏元娘が生まれたのが月山殿というふうに言われていて、このの を完全に、えー、丸呑みすると、もう吉本にとっては、まあ、冥の婚姻で作って、吉本のほんまに側近中の側近に抜擢される、そういうレベルですね。で、ありますからにして、まあ、こういうか考えを見たら、も、まあ、らやすとしたら、まあ、今川家のとでどう出世していくのかっていうのが、一番大きなミッションであるということになりますね。 1百5 0年に的安改名、まあ、清安にあかるというふうに書いてありますけれども、先ほど、今先ほど見たように、この安という字、どっから来たんかというのは清安にあやかるというふうに一目で言っちゃうと、えー、まあ、いろいろあるなと <laughs> いうことですね。安という字はどっから来たのかと。次、今川義元の出陣。義元が精神した理由。吉本がなぜなぜぜ 三河に、西三河から大輪のあたりまでこう出陣してきたのかと。まあ昔からこの上落説、要するに上落天下を取りに出かけたんだと。まあ私は子供の頃の学習漫画ではそういう感じで書か,かれてますね。吉本が上落して天下に覇を唱えとしたと。今ではこの話ってあんまり取られてません。まあ私もこの説はちょっとないかなと思ってます。 いけない上洛しても、まあ、当時、上洛して京都が無人とかあったらいいですけども、いや京都は三好が強い力を持ってるやんから、そこに突っ込んでいくのかみたいなんでね。私基本的に上洛して天下に号令するなんてことを考えてるやつで、多分あまりいないんじゃないかなと思ってます。で、勢が足利将軍家の、まあ、足利将軍家ではこういった連中が上洛してきて地元を支えてくれるというのが、 一番美味しいわけであって、えー、そういった、まあ、遠い今川家はギリ,ギリギリ、確かに室町時代は今川家は在京大名であって、後にあの吉野あたりの頃に、えー、吉野の頃に、あのー、関東九方との関係が緊張が高まる中で、在国に切り替えられた、そういう家ですから。 もともとは、今、ま、のあこの段階で上落して、まあ、後ろは背中は大丈夫だけども、上落して天下に合流となるってメリット少なすぎるんで、まああまりこれは取られるので、私もあまりこれはれしない。で、えー、三河支配安定化説、それから尾張、えー、制圧説、東海地方制圧説などがあって、で、上落説に関しては、例えば、大勢法案 近世出版のオゼフォアの新潮期。だこの新潮期っついうのは、えー、どうですかねというかね。で、えー、東大期、松平期にも行われて、この辺はあのオゼフォアの新潮期に比べると、まあ、ちょっとあの、医療室の資料なんですけども、これを採用して1899年に参謀本部が日本千糸桶狭間駅。 という本を出してますが、これの影響がどうも非常に強いと。あの奇襲説もそうですね。この日本選手、桶狭間説は奇襲説を取ってますけども、まあ、お我々は現在、桶狭間に対して抱くイメージは、このイメージが強いと。新長期からこの桶狭間駅この、この流れの影響が非常に強いと。でも現在ではこの意見はあまり取られてない。で、まあ、2と3のミックスだろうと。要するに、ミクを安定させて、 えー、あの三河を完全に織田を排除し、さらに、えー、あの信長って終わりも制圧したらいいんじゃないかという2と3説。で、私はこれは、まあ、あの、私はこれを資料1字読んで、こう、研究したわけいけないんですけど、私のイメージで言うたらいきなり終わりに、終わり制圧まで考えるかなと。 まず三河安定で、そまあしかし、吉本はそこまで突っ込んでるってことは、まあ信長と、だからまあ2と3でいいんか、信長とを戦って、信長がこう出てきたら、信長と戦って、まああのー、終わりもあわよくば制圧させよと。だから2に重点を置いた、まあ2と3という感じですかね。で、えー、彼は1560年5月12日、駿府を出発し、 5月18日には、尾張と三河の国境のくつかけ城に入城しています。で、そこで吉本は先方として松寺元康を指名します。運命の日ですね。で、それに対して信長ですが、織田方としては、ここで打って出るのか、そのも清水寺に籠城するのかということで、議論が百数します。 このままいったら小田原表情になるところですが、そういう中、それで議論をしている間に、5月19日、朝比奈康友と松平元康が、えー、それぞれ朝比奈康友が鷲津交易、鷲津砦を攻撃し、松平元康は丸根砦を攻撃かけてます。で、もういよいよ、これは、あの、尾張の、尾張と三河の国境付近に、えー、完全に今川家は交に打って出たというふうにね。 で、そういう中、信長深夜までおかずに、えー、深夜に家臣を帰宅させると。5月18日ですけどね。5月18日の深夜までおかず、5月19日の、えー、深夜に、えーまあ、あの未明に、えー、家臣を帰宅させてしまいます。えー、で、5月19日の、えー、明け方、えー、彼は出陣します。で、朝神宮で戦勝祈願をしています。5月19日、朝。 吉本沖狭山で、えー、急速って言4万5千人というふうに、まあ、あの一般あの、言われてますが、まあ、当時の計算方式として、100万石で、えー、とかいう感じらしくて、まあ、当時の、えー、駿河と遠東江東、えー、この辺りの石高とかが考えると、まあ、1万2千前後、でそれ全部投入石に行かんからあの、1万2千足らず。 1>, まあ1万ちょっとじゃないかというふうにまみえる。ただ、それでもやっぱり大軍であることには変わりはないと。まあ、近世の軍役に照らし合わせると、4万5千0は明らかに課題であって、1万ちょっとぐらいという、それでも十分の大軍で1万通は。で、その中、元康は丸根取りでを落としています。でそ、その子で、小田方の佐久間森重が戦死するという形で、小田にとっては非常に不利な状態であると。 鷲津取りでも朝日安ともの攻撃を受けて、伊能定宗、織田秀俊、こういった織田方の人間を戦死していくという形で、その結果、大高城の周辺は今川方によって制圧されると。まず、あ、まず、元康は、この丸根取りで落とす前に、大高城に兵糧を運び入れるという、えー、ことをやってますし、その後、えー、丸根通り,りで落としており、えー、大高城周辺は完全に今川方によって制圧されていると。 で、えー、義本,本体は今、大高に向けて進軍し、昼頃に、えー、桶狭間で休息を取ったということになります。で、その頃、信長は午前中に桶狭間に向けて進軍。要するに、まあ、あの、は吉本が桶狭間にやってきたことを、えー、察知した信長は、えー、午前中に沖狭間で進軍すると。一方、中島砦りにこもっていた大方のさっさまさつぐ、えー、泉州四郎らは、 えー、今川に攻撃をかけてい,いきますが、返り討ちにあって2人とも戦死するという形で、まあ、この段階では、5月19日午前の段階では、今川の方はもうイケイケ状態で、えー、小田の方はやること、出すこと、全部裏面に出ているというのが現状です。だから1万ちょっとと2000、5倍違うわけです。 信長は中島取りで2000人集めたんですけども、2000人集まったんですけども、まあ、そこから桶狭間で進軍します。で、桶狭間の進軍中に大雨が降ってきたというふうに言われてもいい。まあ、氷混じりの大雨であって、まあ、この大雨の音で、織、えー、田軍の進撃っていうのは、決壊されて、吉本には感づかれない状況で、本まで近づいてくると。で、その後、晴れた瞬間に、 えー、信長軍は吉本,本陣に突っ込んでいきましたと、まあ混戦の中でいきなり突っ込まれた義元本人本はまあ1万言ってもこういうふうに長く伸びてますから、えー、この辺にあたってこうこうこうようはこうこうようはこうこうようがまあとりあえずいきなり突っ込まれると実は1万2000言うてもこういう長く伸びた戦線の中では、まあ、ぶつかり合えばどっちもどっちなんですね。 えー、その中で突然やられた方が回送、えー、するということで兵が損耗し、えー、どんどん損耗していて最後吉本前には50人ぐらいの兵が、えー、残ってるだけになっていくという形で吉本軍は急速に崩壊してしまったと。で吉本は脱出を試みるんですがもうこうなってくると織田の方が有利で服部小平太に攻撃されて服部小平太をパーンと払ったんですけども毛利義勝が えー、後ろから抱え込んで首を落としましたまあこの時に吉本は毛利義勝の、えー、親分食いちぎったと言われています吉本が戦死した結果今川軍は改装しますで、この毛利義勝のその後についても書いてあって毛利義勝さん毛利信助と言われていますが毛利義勝さんはこの時の、えー、戦いでの功績の計画黒ボロ州に、えー、入れられますホロ州 はこれはまあ武勇を認められたんですけども、同時に信長の理量的な存在としても活躍します。彼の最後は、1580年、本能寺の変で織田の、その当時、織田信忠軍の方に属してました織田信忠の友に戦死した中に毛利慎介という名前が見られたんで、あ、この今川義元を倒した、えー、この毛利慎介義勝は、信忠の、えー、元で死んだんだなと。あの出世したんだよねと。<laughs> す。一、ま、旦ここで話切りましょうか。吉本さんが死んだところで。さっきのあの、吉家の話ですけど。はい。あれは、本田隆成先生。ああ、はいはいはい。あはい、私も本買ったんですが、まだよ。こはイエスの決断。ああ、徳川家の決断か。これに書いてあって。<laughs> ああ、ははは。同じこと考えしておるんや。<laughs> さて、それからですね。 駿府にいた頃の話ですけど、本郷和人先生が、家康の心のふるさとは駿府や岡崎はないって書いてましたが。ああなるほどね。それは、渡辺大文さんは,それは反発するわと。私も実はそう思うんですよね。あの、いや、だって彼、最後駿府に城を作ってますもんね。岡崎は結局の、あの、家康にとっては、 ななかったんだろうなという気がしますね東東海結局浜松に移してますしそれがおそらく信康との不幸な関係もつながってくるんだろうしで彼最後隠居先は駿府やったんやし家康は駿府の,のシティーボーイで都会で育った <あー S 2> 田舎の岡崎なんか <laughs> <laughs> そこに心のアイデンティティはなかったんやで岡崎の家臣団ともいまいち いまいちやったんやと。まあこれは本郷先生の本に書いてあったことで。なんかどうするイエスもそういうイメージありますね。<laughs> なんとなく今のところ見る限りで、あの、岡崎の時ににんかブツ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 文句言ってるところだけ朝見たんですけども。それは山岡宗八の心のふるさとは岡崎で、岡崎仕事はもう一進一退でしたってなっちゃいますね。うん。さてでは、皆さんの質問を。 桶狭間は正面奇襲、側面じゃないということになってるんですね、最近はそうですねで。私は思うんですけど、いや、奇襲は奇襲で別にええんじゃねえと思ってたんよ奇襲あの、いや、直正面から突っか突っか,かっていっても正面衝突だけども、別に今川としたら、多分あのこう休んでるときにいきなりやれるとてうか、これはこ奇襲は奇襲だろうと思うんですけどね、実は。 これどうなんだろう <laughs> 奇襲は奇襲なんじゃないかな言いたていこと分かります。要するに参謀本部は後ろから回って奇襲をかけたというふうに今書いてるんで、それはないよねという話で、だから正面衝突。うん、これはまたああの、えー、最後の方で、ここで渡辺大和さんが一,章つ一節を引いて、えー、やってはりますけども。 この時の雨ってすごく冷たい雨で、微しょになった今川君は低体温症というか、<laughs> 体動かなくなってたんやって書いていった本もありましたが。うん、なんか、氷混まじりというふうに書いてますから、多分寒冷前線が通過したことによってっていうふうに言っちゃっていいかどうかわかりませんけど、とりあえず、なんか急にあの、えー、寒くなってというのはわかりますね。5月、旧暦の5月は、ほあの、ほんまはそんな、 くそ暑い時期ですよね、これ、旧暦の5月言ったら。そうですね、本来はね。うん。だから、その時にひょうが降ったら、まあ、あの低体温症とがどっちかだったら、暑さ対策しかやってへん状況の時に来、うん、ナい来たら、まあ、凍えるますわね。今川が乱取りしている最中だったので、統率が取れてなかったという説があ,るありますが、これは。 これは二次資料だけなんでしょうか。うん、あの、だいぶ、渡辺さんは、それ、あの、その信用性っては。低いと。いうふうに、えー、言ったのね。何でもちなんて、席を寝て、酒盛りして、足元を取ったという説がある。まあ、黒田。元木さんが言ったな。紅葉文化も通じる説であると。 公用軍艦については、あのえー、その公用軍艦の信頼性は昔は、あのまあ、昔はそれをれ、まあ、近年は公用軍艦はあかんねという話があの割合中心で、それに対して公用軍艦もそれなりに、まあ、二次資料やけども、それなりに評価していいんじゃねという説もあって、で、渡部大門さんはどっちか言ったら、ま渡部大門とやっぱりあの一次資料中心主義、一次資料を 市場主義といった、あるいは一次資料がまずあって、で、まあ、二次資料、これ二次資料だけでも信用できるよねというのはかなりご都合主義じゃないかという立場なんですね。だから、公用軍艦にか書かれているそのランドリセスに関しては、まあ、身長後期に書かれてないし、他の資料に書かれてないから、公用軍艦に書いてあったから可能性があるというのは、 どうかなというのが渡辺大門さんの考えみたいですね。桶狭間の戦いについて今川家側が残した城というのはあるんですか。多分ないんじゃないかな。あえて言うならば徳川家康の松平元康の動きな今川方から見た桶狭間であってあの松平家とかはそうなるのかな東大寺とか。 近年の研究による桶狭間説というのは基本的に新潮後期、太田龍一の新潮後期から復元されてますね。で、その新潮後期と比べてちょっとかけ離れている紅葉軍艦の記述についてはどうかなという。紅葉軍艦になってくると、あの、た武田ですからね、うん、という。今川義元が桶狭間に住んだことについては、 おびき出された、罠にはめられたという、小説とかね、コミック、そんな多いんですけどね。そうですね。えー、そういうの、なんか見たことあるなという。まあ、桶狭間の高い人は、さまざま提供されている中に、まあ、そういうの入ってきてますけども、それについては資料の拡大解釈や論理契約も定,定説に至らないのが現状であると。桶狭間戦記は、いや、桶狭間を通るのがあれば合理的やと。 9回、宮下秀樹さんかでしたけど、うん。うん、この辺は、まあ、あのー、難しいのは、可能性はあるよねというのと、可能性だけ言ったら、あらゆる可能性あるわけですよね、いろんな可能性が。ただ、それはどの程度、蓋然性を持って、どの程度、まあ、 資料から復元できるのか歴史学と結局、資料から復元するしかないから、資料にはないけども、論理的に見たら、こういうふうに考えられるっつうのは、実はあの、ちょっと採用しにくいんですよね。鳴海の方へ抜ける道で何本かあるんですってねでそ、なぜそれでの桶狭間コースを通ったかということで、それは吉本側に合理性があったんだという説と、から、いや、<laughs> 誰かが罠にかけて誘導したんだという。だい,い誘導とか陰謀とかいうのは嘘っぽいってのが。そうなんですよ。あのいや、あのその辺って否定できないけどもそれをそれって証明できないよねと、うんで。証明できなければこれは歴史学的には使えないよねという。だからそういう可能性もありますようなんだけども例えばだから。 あれ私が例えば一般書学の時にはちょっとあの私なんか悪いと違いったらそういうこういう考えを見なされたらそこに飛びつくタイプこれ,、まあ、これは歴史学者によっていろいろ癖があってまとめたいもんさんなかはそういう時に絶対に飛びつかないけど私なんか結構安直に飛びつく癖があってあ割と安直に飛びついていやあのこの前の,あの「Q さまで三好長吉の話も私が安直に飛びついた話を テレビ局の,あのディレクターのサブプロデューサーの方が、いや、そういう説もあるというふうに、ちょっと、あの、ゆるく言ってくれませんか言われて、あ、普通これ逆じゃねえ <laughs> と。テレビ局の方が、この辺で行くよって言って、で、あの、学者が、いや、そう、これはそういう考えもあるというふうに言うて、マイルスのふたに私はどっちかやったら、すごい飛びつく悪い癖があるんで、あの、あれなんですけど言えないんですけども、一応、それはそう話すのは、あの、 パン書ではこういう話もありますとか、こういう可能性もありますというのは、いますの例えばあの、桶狭間をなぜ吉本桶狭間を通ったのかというのは、これ、たぶ歴史学の論文には絶対にならないんですね。多分卒論で、私は今川氏本がなぜ桶狭間を通ったのか考えていますって、多分指導教授に言ったら、それはもう絶対に却下されちゃう。YouTube の方にあに、城郭考古学の千田先生、千田先生。はい 仙田奈良、はい、大学の、はいはい。が、桶狭間に誘導したと書いてあるというふうな、うん、チャットがありますが。たぶんそれは私のあれと一緒なんですよ。たぶん千田先生もそれを例えば論文として書く根性たぶんないと思いますよ。はうん、うん、<laughs> っきり言うと。論文でもならないと思うんですよ、これ。まあ、千田先生クラスが、例えば、 企業論文に出したら、それは通りますよ。ただ日本試験、例えば日本試験級に出すことはでもないと思うんですよ。で日本試験級も、もし仮にですよ、仙台先生が日本試験級にその論文を出したら、多分日本試験級会の、日本試験級会の編集員めっちゃ困ると思いますよ、これ。多分,多分これ、いや、あの、いや学生さんがそれ、そういう論文を出そうしたら絶対に指導教授を止,め止めます。全力を挙げて。 私が例えば、あの、一般職だったら私はそういうの,とあの乗るんで、私は書きます。<laughs> ます一般書ならね。一般書なら書きます。うん。渡辺大門さんの16世紀論争に載せる根性はありません。<laughs> 立命館史学やったら出します。<laughs> そういうあれです。はい。立命館文学には出せません。立命館文学は多分落としに、落としにかかると思います。<laughs> 立命館文学の、あの、 立命館文,文学部の教授がやるはるんで、あのそんなん書いても多分、分あの卒論で通らないまあ取るわけないんで、立命館私学やったら、まあ、あれは昔の京都民か歴史部会の新しい歴史なんてのやったら、原稿にめちゃめちゃ困ってたから。桶狭間に誘導したというのは、まあ罠とか、そういうのは、まあ、あの小説家さんは何を書いても構わへんから。 うん、それから一般書やったらそういう説もあるというふうにちょっとあのそういうふうな見方もできるそういう考え方もできるそういう考え方もあるというふうにやるならありです。桶狭にいるというのを誰が探し出したかというのもよくねコミックや小説では今<ー>矢田正綱になってますけど新、はい、田次郎みたいに武田信玄が。 でまた <laughs> そこまでしたらあの <laughs> そら武田信玄よりはそあの信長の方が分かるでしょう。あのいやつうか動くあのその軍がそんな動きやあ,のあっちゃこっちゃにそは当然あの信長も義元もお互いあ,のあっちゃこっちゃにその見張り立ててるに決まってんだから。 情報はもうテに取の分かりますよ、そら別に吉本だって、隠密に動いただけじゃなくて、一万の軍勢をこう動かしてますから、どこにどう動くのかっての全部、小田方分かってますよ、それでは、コミックの話をです、ね、離れてですね、YouTube の方からの質問ですが、そもそも信長は何を狙っていたんですか、はい、今川軍の進撃を一時止めたいのか、あるいは。 本当に今川義元本,本人を狙ってるのかその辺は、<で>多分の当時の信長に聞いても多分わからないと思いますよあの。とりあえず止めなきゃならない、まずこれも想像であって、これを論文に書き換えば絶対できませんが、一般書向けの、まあ、私の好きなそういうあの想像的な話でいくと、まあそれは信長に聞いてみるのは分からんけども、多分信長に聞いてもわからないし、あの極端な話だったらあれでしょうね、信長さんとしてはとりあえず。 いくつかのミッションがあって、まず、吉本を止めなければ自分の首が危ない。だから、とりあえず止めに行く。桶狭間にこう来た時に、ガーンと一撃を与えて、吉本を討ち,ち取るってことまで考えたと思います。吉本を討ち取るのは、これ結果論であって、多分信長としては、吉本がこれで。 あの吉本の本体に大きく損害を与えて、吉本が敗訴つか、吉本がその前場から逃れて、一旦退却する。それが多分信長のゴールだったんちゃうかな、と私は思ってます。あのいや、これも可能性いく,いくつもあって、それは違うよという意見は当然あると思うんですね。で、それに関しては、あの実はこれも歴史学に言うと、た証明できないです。 例えば、卒業論文の題目、織田信長は桶狭間で吉本を狙っていたのかというテーマを出されたら、却下ですよね。ただ、あの私としては、吉本さんを打つとまでは多分考えなかったんじゃないかなとの私の考えです。これあくまで私の考えであって、あの反,論は反論、は異論反論はもう無限大に当然ありますし、まあ、逆に。で あのいやよし最初から信長は吉本を殺させていたんだという話と、私の話はこれも全くどちらが優劣とか、あのそんなの多分無理だと思いますす個人的な意見ですが普通、戦場で大将死なないですよね、あんまり聞かないですよね。そうなんですよあの、吉本みたいに見事な死に方するって、あの吉本の祖父のよし今川義貴ぐらいですよ、<laughs> あんな綺麗に死んじゃうのは。 ということは、めったに大将が討ち取られないということは、大将を討ち取ったろうという、そういう戦いの組み方をしないということですよね、うん。大将がああいう形で死ぬ例って、ほんまに少ないですよね。まあ、<そ>関だからでもほとんど死んでませんもんね。そうなんですよ。石田水成も、沖田秀平も。普通は逃げ,逃げられますしね。うん あの島津塚って逃げ逃げましたからね <laughs> 島津義弘逃げましたからねだからほんま吉本と吉田,田ぐらいですよ龍造寺鷹信やられましたね高信さんいた高信さん、うん、彼はなんか見事にバナにはったような形で、はい、あれはもうああなるよねというかあのあーなることは決まってたんかなあれあの あくまで伝説レベルですが、百武友金が、ああ、もう打ちあかんわ、言うて <laughs>、言うてた士気が下がったかもしれませんね。あれ、昔やりましたけど、なんか、貴信がちょっと無謀な感じでしたよね。うん。そりゃ死んぬよねという。<laughs> はい。質問がああ、うん、あ、そう、吉田,田も、いや、吉本と吉田,田は同じように死んでるんだあ,あのにくだらん死に方してるんだけどね、これ。 いけいけな花粉であるんですかね。いけいけ花粉。そうなんですよ。いや、あの、あんな死に方したやつって、まあ、鷹信、あれ、鷹信とか言ったら、あの、絶対に勝ち戦で、勝ってる思ってるのに、いきなりバカンと死ぬのは、今川義太と今川義元ぐらいしか思いつかねえよなあ、というような現状で、いけいけは花粉ではあるんですがね、<laughs> ほんま、そうですよね。なんだろうね、これ。 いけいけ言うか、うん、油断しやすいんですかね、今川家。これ個人の問題というよりは多分組織の問題なのかな <laughs>。吉田だと吉本が八戦の最中に頓死して崩壊するという。 吉田さんはあれでしょ、私もシンクロ走るレベルでしかあれなんだけども、まあ、シンクロ走るはあの黒田元樹さんの,あの北条総務と今川氏近とか戦国大名、伊勢総髄とかで書かれてる知識が基本なんですけども、まあ、それを見る限りでは遠江の国に突っ込んでいって、そこの在国奉公主だった勝又氏らを討ち取った帰りに。 残党にややられてるといいうのがまあ一般的でいや実はあのそこで戦って敗走中にやられちゃったという話もあるんですがどちらにしろ吉本も吉田でも総大将がいきなり戦死するというあのことってこれ、花粉なんですかね <laughs> そう花粉というか何かここの組織には根本的な問題があるという気もせんでもないですねこうあの今川家にある。 リスクマネジメントに問題がある。